皆さんこんにちは、お部屋探しのハートサポートの岩木です。はい、早速見てください。荒川エリアマップとありますね。はい、この物件なんですけれども、ルブリカント荒川ベースのお部屋のご紹介です。このルブリカントはですね、長谷光不動産が企画運営するサイクリスト、まあ、サイクリングですね、サイクリスト向けコンセプトマンション、自転車を乗る愛するサイクリストの気持ちを細部まで汲み取りこだわり抜かれた物件となっているとのことで、荒川から約340メートルのところにある物件となってます。はい、こちらの物件最初に申し上げておきますと、初期費用は2万円で、さらにですねフリーレント3ヶ月付きとなっています。はい、ということでこのようにお部屋探しのハートサポートは初期費用がとってもお得なおすすめ物件をですね最速で YouTube 上でご紹介するため、まあ、お部屋の雰囲気が伝わるようにですね編集しておりますが、多少雑な編集になってしまっているところあるかもしれません。そこはご愛嬌で皆様お楽しみくださいませ。あ、見えますね、奥の方に荒川見えますね。晴れていました、いい天気です。はい、でこちらなんですけれども、私は知らなかったんですが、都内を代表するサイクリングコースなんですね、荒川っていうのは。で全長約 45km あるサイクリングコース、荒川沿いのサイクリングに適したコースまで自転車で約2分、天気さえ良ければいつでも快適なサイクリングをお楽しみいただけました。サイクリング言ってますが、もう一度申し上げます、こちらの物件サイクリスト向けのコンセプトマンションということで、はい、室内見てください。居室にはですね、日本が世界に誇る自転車周辺機器メーカーミノウラとルブリカントのコラボレーションによるオリジナルバイクタワーを完備しているんです。愛車2台をですねお部屋のインテリアとしてディスプレイしていただけるんです。もし、まあ、私も自転車乗ってるので、自分がですね大好きな愛車が室内に置けてこの眺めながら暮らせるっていうのは、まあ本当に自転車大好きな方からしたら憧れなんだろうなっていうふうに思いますね。でさらに居室だけじゃないんですよね、1階にメンテナンススペースを完備。アメリカ発世界中の自転車ラバーに愛される自転車工具の専門メーカーの約50種類のですねメンテナンスツールでいつでも愛車をメンテナンスいただけるとのことです。自転車だったらですね、自転車にとって至れり尽くせりのマンションなんですよね。はい、先にちょっと設備ご紹介します。都市ガス、オートロック、テレビドアコン、宅配ボックス、浴室乾燥機、ガスコンロ、システムキッチン、二口コンロ、フローリング、バルコニー、エレベーター、エアコン、防犯カメラ、温水洗浄便座、インターネット無料、洗面台収納、敷地内ゴミ置き場、ダブルロックキー、人感照明センサーで、あとこう自転車をこう両手でこう横にこう持ちながら歩いていたりすると、鍵どこだっけ、こうポッケ探してみたいな感じでやったりすることあると思うんですけど、スマートタグっていうのがあって、これを持っていると両手塞がっていてもオートロックが開くとか、とても素敵な設備ですよね。はい、動画後半に続きます。皆さんこんにちは、岩木です。ご覧いただいているお部屋は江東区の南砂町駅まで徒歩13分のルブリカント荒川ベースのお部屋です。それでは引き続き動画をご覧いただきましょう。はい、外観です。おしゃれですよ、これはとてもおしゃれな物件でした。それではホワイトボードを使って初期費用のご説明をいたします。ルブリカント荒川ベースの初期費用の説明をいたします。お得情報はこちらです。つまりですね、一筆契約開始日の見積書になりますが、3ヶ月フリーレント、3ヶ月無料、一部値引き、値引きということで合計値引き額54万1000円、初期費用は2万円でご紹介いたします。
はい、それでは動画後半に続きます。こちらの物件、さらにですね、2階にはコミュニティラウンジというのがありまして、ゆったりとくつろげるソファーと65インチの大型ディスプレイ、自転車で漕いだらですね、足疲れますよね。フットマッサージャーなどのボディメンテナンスアイテムも完備。自転車大好きな住人同士が集えるコミュニティラウンジとのことです。メゾネットみたいになっててですね、そこがそのコミュニティラウンジの下にトレーニングルームっていうのがあって、こう自転車を漕ぐじゃないですか。で、自転車を漕いでももちろん移動しないような、 なんて言うんでしょうね、セッティングされていて、そこに自転車をこう置きます。で、漕いだらその場でカラ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 って回るような、そういうですね、設備もあるようです。固定してその場で漕げるってやつですね。で、もともとレースに乗るような人向けに作られているということなんですが、今はもう観戦するのが好きですとか、まあ、ママチャリ、に、まあ、ママチャリ持ってますみたいな、そんな感じでもですね、ご入居いただけるとのことでございました。はい。で、フリーレントが3ヶ月と。なので11月1日からであれば、11月12月1月、もうついに年をまたいでしまいましたね。3ヶ月賃料無料、プラス2000円でですね、家具家電付きが選べるとのことでした。家電、テレビ、電子レンジ、冷蔵庫、ポット、家具、ベッド、照明、カーテン、ローテーブル、ラグマット付きと。だ、初めての一人暮らしであれば、ぜひ家具家電付きもお選びいただいてみてはいかがでしょうか。はい、今回ご紹介しましたのは、サイクリストのサイクリスト向けコンセプトマンション、ルブリカント荒川ベースでした。次回の物件動画もお楽しみにお待ちくださいませ。